もどうも、今回もピンボライアンをやっていくぞ。次のゲームはリッチーミッチーだ。説明文によると、一本道 RPG、 いわゆる雪道系とのことで、雪道系って言葉に馴染みがないんよな。有名なゲームであるんやろな。攻略法的な説明は一切されず、自力で頑張ってねって感じらしいんで、とりあえずやってみるか。早速エンカウントしてるけど、右のこれマップかと思ったら選択肢なのね。上が逃げる、それ以外が攻撃っぽい感じ。上のゴツゴツドクロがレベル分の威力で攻撃、真ん中の丸いドクロが攻撃しつつ守るがしびれに弱い。うーむ、まずはゴツゴツで行こう。うむ、じゃあ次はガード攻撃。攻撃力は同じだけど、火ダメがシンプルに半分だな。基本はこれで良さそう。なんとか勝ったが、雑魚敵一体で HP 半減してちゃ先が思いやられるな。で、戦闘外でできることは先に進む、スキルの並べ替えだけか。まあ進むか。あれ、これ死ぬんじゃない？大丈夫。お、なんかわからんけど火ダメが1だ。さっきの敵は2だったよな。む、今度は2ダメ食らった。なるほどね。敵の攻撃力もレベル分の5ダメージで、火ダメ半減切り捨てで2ダメージになってるってことね。うわ、商人のおっさんだ。スキルを売ってるのか。お値段は 10HP とな。呪われた宝石、投げると痛いかちょっと気になるね。 5HP しかないけどよこせや。あ、つけにしてくれた、助かる。さあ残り HP は1。死ぬぜ。雑魚敵と出会ったら死んじまうぞ。あ、またウィンディちゃんが死んでおられるぞ。なるほど、スキルか経験値20を得られるのか。序盤だと経験値20はあまりにも大きい。もらっておこう。一気に2レベルアップした。レベルアップすると全回復するタイプのゲームだったか。この人は知らん人だな。影で目隠れしてるお姉さん好き。最大 HP を5減らしてレベルを1増やすか。レベルを1下げて最大 HP を1増やしつつ4回復を選べるのな。変換率はかなりボラれてる気がするけど、悪くないっすね。固定ダメージスキルとかあったら低レベル攻略も良さそう。お、何回も連続でできるんだ。それは話が変わってくるな。まあ今回はもういいや。宝石を投げてみようっと。ポイッとな。お、これは固定5ダメージっぽいぞ。でもさすがに5ダメージじゃきつい気がする。悪魔ビーム、固定10ダメージ与えつつレベルを1下げる。これだ。求めていた低レベル攻略に必要な武器は。まあ今回はもうレベルを上げ始めちゃったからスルーするけど、どうせ今回は途中で死ぬだろうし、次の周回でね。その後どうにか先に進んでいくも、だんだん自利品になっていき、すごいセンスって名前のサイコアーティスト、 HP40 でレベル8。強すぎ。負けました。これはレベルロンダリングしないと絶対無理やな。再挑戦。今度はレベルダウンを意識してやっていきましょう。とりあえず最初はガード攻撃でちまちま削っていこう。レベル屋さん、まだお前に用はない。固定ダメージ武器が手に入ったらまた来るわ。お、悪魔ビームが売ってる。勝ったな。風呂入ってくる。お、ウィンディちゃん、まさに天の恵み。おかげで全回復できたぜ。二角か。それならガード攻撃してから悪魔ビームやんな。お、強いぞ悪魔ビーム。
10ダメージ与えつつレベルを1下げるのがいいね。なお、取得経験値は敵のレベル分なので、これを使えば使うたびに総取得経験値が減っていくんですが、気にしちゃいけねえ。お、レベル屋さん、今こそレベルダウンをよろしく。どれぐらいまでぶっ放すか躊躇しちゃうな。いいや、限界までやったれ。最大 HP がもりっと上がり、レベルアップに必要な経験値がたった3になりました。これはすごいことになりそうな予感。ウィンディちゃんを吸収したらレベル5になったぞ。じゃあこれでまたレベルダウンすれば最大 HP がもりもり上がる。これぞレベルロンダリングで、レベル1なので通常攻撃とガード攻撃のダメージも1になっちゃったね。悪魔ビーム1本でやっていくしかねえ。サイコアーティストに殺されそうになって逃げたりしつつ、どうにかこうにか攻略中。いつものレベルダウンよろしく。これで最大 HP が80になったぜ。む、突然ですがボス戦？ボス戦なんて概念あるゲームだったのかこれ。人、やめたろ。 HP60 でレベル10か。なんか普通に勝てそうだな。はい、勝ち。悪魔ビーム最強。不老不死になる代わりに醜い姿になった人に、おめかしをしよう。俺もミイラだけどでっかく見せてますっていうリッチさん。不老不死ライフをエンジョイしててなんか、いいっすね。え、戦闘中にスキルを砕ける？知らなかったそんなの。スキルを消費して威力が2倍か、なるほどね。だからスキル入手の機会が多いのか。あ、ていうかまだまだ続くのね。ふーん、適当な雑魚敵相手にスキルを砕いてみたいね。呪われた宝石、投げると痛いとか、砕いた時は超強いとかじゃない？そろそろレベルダウンはやめとくか。どっかで高レベルで普通に殴る方にしないといかんだろうし。じゃあ宝石を砕くぜ。うおー、60ダメージ、強い。普通に使うと固定5ダメージなのに、やっぱ砕くと威力2倍ってルールには例外があるんだな。おお、 44HP で11レベル。さすがに敵も強くなってきたな。悪魔ビームで互角なんじゃやってられませんよ。雑魚一体につき 34HP 消費か。うむむ、さすがに火の車すぎる。これは急いでレベルを上げねば。三角ぐらいにはしたいね。お、引き裂き魔、 20HP を消費して 2.5 倍攻撃。これ強い気がする。こういうのは大体どんなゲームでも強い。買っとこう。10レベルになったので攻撃力も10になり、もう悪魔ビームに価値はない。砕くぜ。おお、固定20ダメージとマイナス5レベルか。なんかボスに使えば強そうな気がしなくもないね。お、聖人棒回復する。これ使ったら 5HP 回復するだけだったんすけど、さすがにそれじゃあ弱すぎるし、砕いたら全回復するとかと見たね。買っとこう。真面目にレベルアップしようとすると大変だな。三角にしたいし、ちょっとは最大 HP を消費して違法レベルアップしちゃうか。うむ、レベル15なら3発で45ダメージ、4発で60ダメージか。
これならだいぶ楽になるべ。アカン死ぬ。聖人棒を砕いてみるか。これで5回復の2倍で10回復だけです。どかになったら死ぬな。よし、予想通りに全回復。安心したわ。聖人棒は見かけるたびに買った方が良さそうだな。安定してきたので黙々と進み続けるのであった。お、ウィンディちゃんの死体、いつもお世話になっております。おそらく一歩進んだらボス戦。やってやるぜ。あ、ウィンディちゃん、だいぶ経験値を吸わせていただきましたが、その数だけパワーアップだと 100HP33 レベルか。レベルが変動する感じかな。まあこれならガード攻撃でなんとかなりそうな気も。いや待て、引き裂き魔を砕いたらとんでもないダメージが出るのでは。試してみる価値ありますぜ。 20HP 消費して5倍の95ダメージ、最強っす。え、この先に死体はないの？困る。うむ、なんかこのミニゲームの会話めちゃくちゃ好きだな。テンポがいいし韻を踏んでるし、作者さん文才もあるよな。マジで何でもできるな。で、雑魚敵は 48HP で12レベル。そんなに強くはないけど、死体がなくなってるから思ってる以上にきついだろうな。戦うもの、誰だか知らんが 46HP と23レベルは怖いな。23ダメージを食らうぐらいなら砕いて解決するか。お、引き裂き魔あるじゃん。お前がないと始まらないぜ。こいつの25ダメージを食らうより 20HP 消費して一撃で殺した方がいい。引き裂き魔の 20HP 消費、ここまで来たら大した痛手じゃないな。とはいえ一番いいのはガード攻撃2回で倒すことっすよね。火ダメが13ぐらいで済むからね。ちょっとレベル上げたろ。こういう局面ね、ここでガード攻撃2回で済むのはとても素晴らしい。うん、味覚を維持して急にタフな相手が出てきても引き裂きまで対応できるし、もう不安要素は何もない。すべてを早送りだ。ボス戦の直前だけど、レベルアップまで経験値が1足りない。妖怪、妖怪のせいなのね。私がめっちゃ好きなタイプの BGM、 かっけー。ていうか 200HP で20レベル、火力低くないっすか？引き裂き魔を砕いた場合 20HP 消費して20くらって残り 19HP か。問題ないな。よし、砕けろ。で、ピンチになったので全回復、満タンドリンク。あとは殴り合い宇宙っすね。死ぬがいい。
めちゃくちゃほっこりした。いいゲームだったな。こういうゆるい雰囲気のお話めちゃくちゃ好き。 RPG 部分も面白かったな。っていうかこのゲーム、他のミニゲームとテイストが違いすぎてさ、作者さんの多彩さに震えることしかできねえわけよ。私はすごい男だ。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。